本日は神戸市の方に納品に向かっています。これ今の現在の場所は中央環状線の門真インター付近を北側の方に上がっていっています。このままずっと淀川の河川敷を走っていこうと思います。河川敷ちょっといい方、河川敷ちゃうな、でも淀川沿いを走っていきます。時間5時49分、また今日は東の空は結構晴れてはきたんですけど、パッと今画面上映る感じは結構雲の多い、そんな朝を迎えています。前には見える高くそびえているビルは大日の高層マンションです。ではこのまま淀川の河川敷の方ちゃうやん、はい、ここ今ちょうど大日ジャンクション付近です。この右の上っかは見えてるんが近畿道になります。ここずっと阪神高速の、ジャンクショングリグリって上になってます。んでこの鳥海大橋を渡ります。ここ今淀川を渡ってるんですが、この淀川沿いのこの北っ側の道をずっと東から西へ走っていきます。ほんで神戸方面に向かいます。ちょっとこうもう左側の方に助手席側に梅田の方の高層ビルとか、その大阪市内の高層ビルが立ち並んでいるんで、ちょっとワクワクしています。またその辺を映したいと思います。はい、ここ淀川の、はい、ではこのまま淀川沿いを走っていきます。これちょっと画面は映りわからんな、目では肉眼ではしっかり見えてるんですけど、高層ビルが無数に立ち並んでいます。向こうの方に、こんにちは、万古。何気ない便利さにすごく感謝しています。最近の田中坊です。いきなりから何もわけわからんこと言うてすいません。はい、では改めまして、おはにちゃんばんこ田中坊です。すいません、皆さんお久しぶりです。ではこれからちょっとぼっちらみたいな感じで動画上げていきたいなと思っています。皆さんよろしくお願いいたします。そう、また上げる動画って走行動画、風景とかそういうのがメインになっちゃうと思うんですけども、そう、勝手なもうほんまの田中坊が見る風景を一緒に見ていただけたらと思います。はい、そう、話は前後するんですけど、今トラックまた UD に乗ってるんですけども、そう、話がこううまいこといつもまとめられないんで難しいな。ほんでこの今当たり前のこの便利なことってさっき冒頭に言うたんかな、それのそれはまずウインカーのことです。ウインカーがこの前までちょっと壊れてて、手動で手を戻さなあかん時があったんですけど、壊れてる間もうほんま不便で、これ自動的にカチャって戻るんがどんだけ便利なことやって改めて気づきました。よくありがちやけど、そういうのこうなくなってから気づくとか壊れてから気づくとか、ウインカーなんてほんまに当たり前のようにこう出してカチャって戻る。バイクとかはちょっとボタンをこうそのままカチャってやって切って戻すパターンとかあると思うんですけど、このトラックが乗用車、車は僕乗る限りウインカーを自分の手で戻さなあかんて、よっぽど古い車とかアメ車とかそんなんやったらわからないんですけど、これそう手動でカチャッと戻さなあかんの大変やったやな、もうずっと。そう、改めてウインカーが戻るタイミングって
めっちゃあの自分の手動で戻すとめっちゃ分からへんのですよね。こう曲がり始めて、ほんでグリグリと曲がって直線になったあたりぐらいじゃないと、こうハンドルくるくるくるってこう回してるから、戻す、こう戻すタイミングが手でしっかりまっすぐなってからガチャって、もうだいぶこれじゃあテンポが遅いみたいです、この自動で。これ今左折曲がるんですけども、ほんでここ曲がった時、もうこれハンドルが戻り、これ一回切って左にカチャってこっちに、はい、ちょっと戻り始めたらもうあの戻ります、カチャって切れる。そう、そんなんもやけど、こう何気にあのなってるから、いざとなったらどれぐらいであの戻ってるんかがよくわからんくてびっくりでした。はい、ではこれ今淀川、もうすぐあの高層ビルがいっぱい見え出すんで、ちょっとその高層ビルの様子を見たいと思います。はい、またこのどんより曇り模様が映っていると思います。これあの目の前淀川の河川敷になります。よいしょ、この僕の好きな、田中坊の好きなこういうところが好きです。この何も今見えてない、あの肉眼でも見えてないです。この時こう何も見えないこの風景から、左手にこうドワーってこう高層ビルがこう立ち並んでるんが、じわじわとこの河川敷のところから見えてきます。こうぴょこ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 ね、あのてっぺん、はい、見えてきました、来たー。はい、この瞬間が好きです。もう今ほんで高層ビルがこうガーンと目の前に見えてきたと思うんですが、はあ、はい、まずここ、これがこの田中坊の好きな瞬間です。いきなり高層ビル、いきなりステーキじゃなくていきなり高層ビルです、これは。うっ、ここね、ちょうど阪急の電車がガタンゴと渡っています。まあ、ここはちょっとこの高層ビルの見え方としては重なり合いすぎてちょっとこうギューッとなっちゃってるんで、ちょっとそこがあれやな、まだもっと違う場所から見るともっともっとあのビルがいっぱいこうバーッと開けて見える場所とかもあるんで、またそんなとことか、あのこの大阪に関してはまた映したりとかしたいと思います。そう、またこれからもいろんな街とかこう走って、んで高層ビルとか、まあ、まあ高層ビルだけじゃなくて、あの僕は結構自然の風景とかも、うん、そうまあまあ好きなぐらいなんやけど、そう、でもいろんな風景また映していきたいと思います。よし、 OK。 はい、今国道の2号線に来ています。国道の2号線をずっと西に向かって走っています。まあこれ場所は尼崎付近ですけど、よし、まあ、一応こう今の田中坊の現状をお伝えしたいと思います。今はまだそう、田中坊はトレーラーの免許を取りに行ってきたんですけども、トレーラーの免許は無事取れたんですが、今のところ大型に乗っています。一応この会社トレーラー希望で入ったんですけど、トレーラーは今いっぱいなんで、トレーラーの空きが出次第乗せていただけることになっています。そう、それがいつになるか分からへんからな、なんか早乗りたいなっていう気持ちと、そう、もうトレーラーほんまでも実際めっちゃビビっとんすけどね、なんか怖そう、とにかくトレーラーまあ何でもそう慣れたらっていうけど、その慣れるまでね、なんかあともう全部聞いたばっかりの話ですけど、
トレーラーは今あのブレーキも全部後ろの荷台のブレーキも、そのそもそもトレーラー乗ったことないで、昔のトレーラーも知らないんですけど、昔はあの後ろの箱の方、荷台の方も荷台用のブレーキがあって、こう2つブレーキ、この自分のブレーキと後ろのブレーキとなんかかけなあかんかったんかな。それが今はもう普通のブレーキ、あのトラック同じようなブレーキ一つで、後ろの方もこうコンピューターがちゃんと上手にしてかなんかわからんけど、ブレーキをかけてくれるみたいなんですけど、まあ、そのブレーキがやっぱコンピューターになったから、このいい部分はいいんやろうけど、この雪とか滑りやすい時とかになんか、うん、こう後ろからグーンってこう疲れたようになって、こう怖いとか、なんかまあもうあの、まあなんせ乗ったことないからわからないんですけどね。あの教習所で習うことって、あの乗ったあの教習所では乗ったんですけど、もうあの教習所の先生も言っておられたんですけど、とにかくもうあのここであの教えれることはもうバックのまた基本事項だけなんで、あのそういうあのもうほんまに自分の技あのになっていくには、もうほんまに乗って現場でずっとあの乗っていって、あの慣れて続くあの慣れていくしかないということやって、そうほんでそれからだから教習所卒業してから全然乗れて、あのトレーラーには乗ってないんで、ほんまに不安いっぱいです。でもまあこの前あの会社の人と、あの会社のあの上司の方とちょっとおしゃべりしとって、ほんでいや、あのいつでもええよって、あの土曜日とか、まあ、空いてたらなんかあの予備車があるから、まあ、予備車も今なんかちょっとあの修理に入ってるって言っておられたんですけど、そう、それ別になんせあの土曜日とかもそのとにかく時間があるとき、あの会社来てあのトレーラーあの練習して全然ええよって言ってくれて、そうほんなんやったらもうあのほんまに練習しに行きたいなと思ってます。そうどんなんだろうね、ほんま全然もうちょっとほんまにもう忘れかけようもんな。はい、そんな田中坊です。最近これ最近なんだ。そう最近、そう最近の田中坊のまあそのそういう話なんですけども、そうほんでまあとりあえず、うん、あの田中坊元気にやっています。やっとほんまにちょっとやっとあのトラックまた戻って、もう2ヶ月ぐらいになるんですけど、ちょっとずつこうこのトラックのあれも、まああのトラック自体は大型のトラック自体はあのそう大型1年ぐらいトラック乗るのが相手なんですけど、まあ乗っても別になんらわーっていうことはなかったんですけど、今回、うん、そうでもやっぱトラックの仕事はうん相変わらずトラックの仕事やなって感じやけどそう言葉がほんまに下手くそすぎてすんません。ではまたちょっとずつですがあの動画上げていきたいと思うんで、よろしくお願いいたします。あ今日神戸間に合うかな、8時必着パターンなんですけど、ちょっと出るの遅かったな、ちょびっと不安です。まだ尼崎で6時40分です。下道あと1時間20分間に合うかな。はい、ではうん必着やもんな、どうしようダメやったら電話やな。はい、ではまたまた今度神戸の風景、2号線沿いのあの高層ビルでも映せれたら映したいなと思っています。走行動画ですが、ちょっとこっち行かせてもらおう、お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。選挙カーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あっすあっすってどうありがとうございます。ありがとうございます。はい、では
今日のエンディングのこの走行動画は、そう、先ほどからずっと2号線を走ってきてるんですが、あの2号線の今ちょうど芦屋市からここちょうど神戸市って今看板が見えてると思うんですけど、この神戸市の走行動画で終わりたいと思います。はい、あの御影のあたりって高層マンションばっかりなんやけど、あの高層マンション4つぐらい建ってるかな。で、御影のところの駅前にある阪神の御影駅の駅前にある高層ビルが一番高くて、あれ170メートルぐらいあるかな、106ぐらいあったな確か。神戸で多分2番目にでかいんちゃうかな。前にあのマンション、高層マンションがこうバーンとこう朝日にこう照らされてる、これが結構いつも好きです。ここもそう、結構早朝走ることがあるんですけど、そう、まあ、いつもこういう感じで太陽がバーッと当たるんやな、あの高層ビルに。ほんでここはビルの谷間になってるんで、こう道はこう曇ってるんですけど、太陽がこうバーンと高層ビルに当たってるっていう、こういう風景が田中坊は好きです。ほんでまだこれ今7時12分なんですけど、朝結構2号線まあまあ流れるんですよね。これ43号線の方に来ると多分結構信号引っかかりがちやと思うんですよね。だからまあ2号線はまあまあ流れるんで、いつも結構あの神戸走るときは2号線を走ることがあります。よし、ではこの高層マンションも近づいてきたので、そろそろ動画を終わりたいと思います。あの田中坊、またあのそう、基本あのトラックで北関東方面、まあ、あの関東、北関東多いんですよね結構。茨城県とか、あと栃木、その辺多いな。で、あと九州と結構福岡、佐賀県、その付近にいつも行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりしてるんで、よろしくお願いいたします。何をよろしくかわからないんですが、はい、これどんどん高層マンションが右に左に見えてます。そしてあの目の前にそびえ立ってるのが、あれが御影の駅前に、阪神御影駅前に立つ高層マンションですが、あれは神戸、今はあの2位の座になっていますが、昔はこれが一番高い、あの神戸では一番高いビルでした。170メートルぐらいあったかな、ちょっと高さはっきりは覚えれてないんですけども。はい、では今日はこの辺で動画終わりたいと思います。あのまたほんまに基本走行動画が多いと思うんですけど、また次の動画もあの上げると思うんで、上げれた時はよろしくお願いします。そう、ここ目の前あのモッコスがある、あの神戸あの2号線のモッコスがあって、昔はよう食べに来てたんですけど、美味しい、ここも美味しいんやけど、なんかこう最近早く閉まるようになったんかな。昔は結構深夜まで空いてたんですけど、やっぱあのコロナになってからなんかだいぶ世の中変わったよな。よし、頑張って8時までに間に合わせるぞー。やけど交通状況的にどうやろな。今ね、神戸の六甲付近に来てるんですけど、ギリかな、間に合うかな、間に合わへんかなって感じやな。だからもうほんまに電話コースになったら電話かけて申し訳ありませんって言わなあかんかな。申し訳がない、申し訳がないとって言われたから。はい、ではまたあの次の動画あの上げると思うんで、また次の時もよろしくお願いいたします。あのそう、最後終わる時はなんて言うんだったっけ、 See you って言うかな、 See you、 なんかおかしいな、声が裏返っとるだけですね。 See you、 また会おうっていう意味なんかな、 See you って。はい、なんか慣れへんことを一生懸命言おうとして、英語喋ることないからな。終わりたいと思います。ほんまあれやな、やばいやつかもしれんな、ほんま。
これ絶対やばいやつ、これ絶対やばいやつ、これ絶対やばいやつ、これ絶対やばいやつ。こんな余裕ぶっとるけど、ほんまにやばいやつかな。まだ笑みがこぼれとるから大丈夫か。そう、今ね、ちょうどマヤまで来ました。まもなくマヤです。うん、大丈夫やろ。7時23分、バイパス付近で渋滞しんかったら大丈夫。終わりたいと思います。ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ふう、終わり。ほんまいいな、信号の流れがいいな。いい感じです。神戸で無事に納品を終えて、今少し次の仕事が決まるまで待機しています。これ見えるかな、リフトでこう引っ張ってきてますね。普通にあの僕らがよう荷物を下ろす、あの下ろしていただけるリフトぐらいの大きさのやつで、こう線路があそこあるんかな、簡単に引っ張ってきています。これは青いブルーシートに包まれた新幹線っぽいシルエットやから多分新幹線やな。この後ろにこうビエーって見えてる真ん中になる車両なんやろけど、これ多分長野新幹線か秋田新幹線、秋田ちゃうな、長野新幹線かな、多分そんな感じに見えます。はい、ちょっと神戸の街を眺めながら待機です。この下には大きなチヌもいました。はい、よいしょ。いや田中もこれまずホイール、これちょっと変わったっていうか、田中もホイール、このホイール、アルミホイール乗るの初めてなんですけど、これはブリヂストンのアルミです。はい、ではしばし待機したいと思います。終わります。